イオングループ4北海道マックスバリュー北海道、ジョイジョイイナホテンジョイは、かつて北海道にあったスーパーマーケットである。法人名としてのジョイは2004年7月30日から2008年3月30日まで、店舗ブランド名としてのスーパージョイは1972年から2018年10月31日まで、使用されていた。ここでは、法人としてのジョイ、 および法人設立前にジョイなどを運営していた日本商事、住友石炭工業などの流通部門についてを述べている。2008年4月以降の店舗ブランドとしてのジョイについてはマックスバリュー北海道を参照。ジョイ、プライスマートブランドのスーパーマーケットはかつて住友石炭工業によって札幌市を中心に江別市、北広島市、 滝川市などに20店舗弱展開されていた。それとは別に赤平市を中心として2002年までは別法人による運営であった日照が存在していた。2004年にはイオングループ入りしたが2008年にマックスバリュー北海道に合併され2018年にはジョイの野望で展開する店舗は消滅することとなった。1962年 札幌市を本社に置く住友石炭鉱業株式会社の子会社日本商事株式会社が設立された会社創立の主目的は食料品、衣料品など物品の製造、加工、販売であったが実際の創立当初の事業は住友赤平炭鉱、歌市内炭鉱の川流日粉炭の採集で山本手取りの手助けを行うものであった 翌年の1963年1月23日、住友石炭工業の核鉱山の配給所分離問題が解決し、住友赤平炭鉱本別炭鉱の配給所、計14店舗が日本商事に移管された。その後配給所はストアと解消された。その後日本商事はスーパーマーケット事業に進出、札幌市に スーパーマーケット1号店として1966年8月、イズミストア北光店を開店。その後北栄店、厚別店を出店した。一方1970年、羽幌炭鉱の子会社で、親会社の閉山により営業を停止し、札幌地裁から破産宣告を受けた大御商寺が運営していた北店、新川店、北号店、月寒店、 および建設中であった平和通店の、敬語店舗の運営を引き継ぎ、こちらは、子会社サニーマートが運営する、サニーマートとする。その後白石店を開店した。1972年4月に、赤平日本商事株式会社を設立し、赤平、歌市内のストアを分離する。同年5月、日本商事運営の札幌市内の、泉ストア3店舗、およびサニーマート運営の、 サニーマート6店舗を合体し、新しくジョイチェーンが発足することとなった。1973年8月に会社としてもサニーマートを合併。その後は積極的なチェーン化を推し進めていった。1979年に日本商事は住友石炭工業株式会社の総合多角化経営の一翼を担う事業部門として合併されることとなる。 1980年 CGC 北海道本部の立ち上げに参加する。住友石炭工業の一部門となった後も、ジョイの商標で年間1、2店舗ずつの出店を続け、1981年には札幌市内で2位の規模を持つスーパーに成長。1983年以降は150坪型の老朽化店舗の閉店や既存店の増築や改築といった、 スクラップビルドを繰り返し、体質の改善を図っていった。その結果、1990年には売上高100億円を超え、住友石炭工業の売上の12.2%を占める事業となった。1994年時点で、ジョイチェーンの売上高は168億1300万円で、北海道10位の売上高を持つスーパーマーケットであった。 1997年当時、住友石炭工業北海道支社では中期ビジョンとして、スーパーマーケットの他種類や書籍の販売を行い、370億円規模を目指すとされていた。1972年に分社した赤平日本商事は独自の道をたどっていた。当初は赤平日本商事ストアを名乗っていたが、住友赤平炭鉱株式会社の設立とともに、 その子会社となり、日商に、社名、店名ともに変更。赤平以外へも、店舗の展開を進め、1988年、砂川市に輸入家庭用品などを販売する、ワールドショップ日商を開店したり、1989年、北見市に輸入品専門店を出店するなどした。1994年、住友赤平炭鉱が閉山するにあたり、 赤平の地域経済振興と離職者の雇用の受け皿の一環として日照級本店を旧市民球場跡地に移転し増床を行う赤平市内発の大型スーパーマーケットセリオ赤平日照マートとして開店した日照株式会社は住友赤平炭鉱閉山後も住友石炭鉱業株式会社の子会社となり存続していた年 住友石炭工業の子会社として、株式会社 SCM 鉱山が設立され、ジョイは SCM 鉱山の経営となった。また、株式会社日商から赤平市の店舗運営を委託されたため、スーパーマーケットの運営会社は一本化された。SCM 鉱山は、スーパーマーケットの他に不動産賃貸管理業、及びゴルフ場の運営を行う会社で、2 0 0年3月期には、 年賞242億9400万の売り上げを上げる企業であった。また、スーパーマーケット事業においても2002年3月の169億円から2004年3月には204億円に増加。既存券の売り上げも4%以上伸びていた。しかし、大手の河川化が進む中で、地元中堅のスーパーマーケットであるジョイは生き残りに限界があり、 また、親会社の住友石炭工業は、石炭関連事業に経営資源を集中させ、新規出店ができないでいる状態だった。一方、道内の事業拡大を目指しており、マックスバリュー北海道との店舗の重複が少ない、イオンとの思惑が一致し、イオンがジョイを買収することになった。買収額は、約18億円であった。なお、SCM 交産は、 ジョイ売却後の2004年9月に、ゴルフ場運営会社の有限会社 GGC に経営を譲渡。住友石炭工業の連結市会社ではなくなり、ゴルフ場や不動産事業の運営を続けていたが、自主再建を断念し、2005年2月に民事再生法を申請した。イオングループのもとで、法人としての株式会社ジョイが設立された。設立時には、 SCM 交産の経営陣、店舗、従業員をそのまま引き継ぎ、またマックスバリュー北海道との合併も否定された。2005年には2010年に売上高500億円、経常利益10億円を目指すという目標を掲げた。2006年2月23日に栄町店を出店し、4年ぶりに出店を再開。年間に3店舗ペースでの出店を目指すとした。 2006年9月には、空地地区を中心に展開していた、スーパーマーケット、利用油を運営する菱しさ商事が事業を撤退するにあたり一部店舗を買収。この時営業を引き継いだのは、滝川市の栄町店、西町店、旭町店、滝の川店、足別市の本町店の5店舗で、すべてジョイへ転換した。しかし、その後のジョイは、業績低迷が続いた。 2006年3月期は2000万円、2007年3月期は3億1800万円の経常損失を計上。2007年6月にはマックスバリュー北海道の社長であった松永正蔵が社長となり、経営効率の改善や商品調達力の強化に取り組んだ。ジョイの業績は回復しつつあったが、経営の効率化と競争力の強化を図るため、 2008年2月、マックスバリュー北海道と合併契約書を締結し、4月1日にマックスバリュー北海道に九州合併された。マックスバリュー北海道には、ジョイ、プライスマート、日照マートのブランド計18店舗はそのまま引き継がれた。しかし後年、改装などを行う際に、地域実情に合わせて改善が見込める店舗については、マックスバリュー、 マックスバリューエクスプレス、ザ・ビッグエクスプレスに転換を行う一方、ジョイの店舗には小型店が多く、収益を伸ばすには限界があったため、多くの店舗が閉店することとなった。ジョイの野豪は、朝日頂点の閉店をもって2018年10月31日に消滅。プライスマートの野豪は、苗母店のみしばらく残ったが、2020年1月31日に、 閉店し、これをもって、ジョイ由来のヤゴンは、完全消滅することになった。合併時の店舗は次の通り、その後の閉店や転換についても復帰する。マックスバリュー北海道への合併後、マックスバリュー北海道の公式ウェブサイトでは、ジョイの店舗が、マックスバリュー北海道の既存店と名称が、重複する場合のみ、ジョイ店と記載し、それ以外は店名のみ記載していた。 プライスマート、日照マートについては、重複がなくても、店舗ブランド名も記載されたほか、ジョイの、内セリオ店舗については、セリオ店と記載された。2020年3月1日にマックスバリュー、北海道は、イオン北海道に九州合併されたが、この時点で、マックスバリュー北海道の店舗として運営が続けられていたのは、以下の8店舗であった。マックスバリュー、 北海道合併以前に閉店した店舗について記述する。ありがとうございます。